ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木近鉄奈良駅前店の内田です。本日は木津川市梅見台にございます積水ハウス施工の 2LDK のお部屋のご紹介をさせていただきます。それでは早速お部屋のご案内をさせていただきます。まずこちらが玄関となっております。玄関にはですね、このように大きな下駄箱がついております。開けていただいて分かると思うんですけど、本当にですね、収納力豊富になっております。このように、高さも変えれますので、まあ、少し背の高い靴、ブーツとかでも普通に収納していただけます。それではこちらですね、リビングのご説明させていただきます。こちらが広々としたリビングとなっております。リビングはですね、もちろん広いんですけど、その横にお部屋がついております。こちらの洋室とですね、つなげて使っていただくと、もうかなりの大空間になりますので、この、大空間ちょっと映像で伝わるかどうかあれなんですけど、実際見ていただければと思います。でこちらの洋室ですね、このように、まず収納がついております。まあ、高さもね、僕175センチくらいあるんですけど、十分高さあります。上の方にも置くことができて、この、収納の隣ですね、はこのように、高さを変えることのできる、棚付きの収納がもう一つついてあります。こちらはですね、このようにつなげて使っていただくことも可能なんですけど、どうしてもこちらを寝室として使う場合ですね、お客様とか来られたときはこのようにですね、すりガラスタイプの、仕切りがついてますので閉めていただければ、プライベートなる、お部屋として使っていただけるのではないかと思います。それでは、キッチンのご紹介をさせていただきます。キッチンはですね、若い方に大人気のカウンタータイプとなっております。上下にしっかりと収納もございまして、横幅もですね、かなりございますので十分、お料理していただけるのではないかなと思います。あとこちらですね、お好みの2口、3口のコンロを置いていただければと思います。レンジフードもしっかりとしております。それではこちらですね、キッチンの横なんですけど、このように、まあ、モニター付きのインターホンはもちろんなんですけど、ただ、固定電話とか置いたりするスペースですね。その下にこんな収納もございますので、便利に使っていただけます。またこのキッチンの奥なんですけど、このように、こちらもですね、便利に、高さが変えられる収納ですね。まあ、高さも十分ありますので、調味料などですね、食料品などの、入れておくのに十分なスペースとなっております。それではですね、一番奥の洋室をご紹介させていただきます。そんな洋室に向かう途中なんですけど、このようにウォークインクローゼットがついております。 L 字型になっておりまして、服をかけるスペースですね、あと物を置いておくスペースも2段にわたってついてますので、かなり収納力のあるウォークインクローゼットとなっております。それでは奥ご案内させていただきます。こちらが洋室となっております。こちらお子さんのお部屋とかにですね、使っていただけるように、このようにですね、収納もかなりこう、いろんな形に仕切ってあって、服をかけるスペースであったりとか、まあ、物を置いとくスペースであったりとかっていうのも、いろんな形に収納が仕切ってるので、非常に使いやすいかなと思います。それではお風呂のご紹介させていただきます。まずこちらが洗面所となっております。洗面台はですね、今人気なのシャンプードレッサータイプとなっておって、このようにですね、鏡も十分大きいです。あと、洗面台の上のスペースですね、ちょうどデッドスペースになる部分なんですけど、ここにもちゃんと棚ついてますので、少しこう、背の高さ必要になるんですけど、物を置いとくのに十分なスペースかなと思います。あと、洗面台の横にはですね、このように室内に洗濯機置き場もついております。次、お風呂ですね。こちらがお風呂となっております。お風呂も白を基調として非常に清潔感あふれるお風呂となっています。で、珍しいのがですね、窓がついてますので、まあ、換気扇ももちろんついてるんですけど、窓がついてることによって換気ももっともっとうまくできると思いますので、快適に、過ごしていただけるかなと思います。すいません、それではこちらですね、よいしょ、こちらがお手洗いとなっております。このような形になっておりまして、まあ、上にも棚ついてますので、トイレットペーパーとか上に置いていただけるかなと思います。最後にですね、こちら1階のお部屋ですので、専用にはですね、このように広々とした専用庭がついております。お子さんの遊ぶスペースとして、またあと、物をね、置いておくスペースとしても十分使えるのではないかなと思います。
それではお部屋の紹介の方は終了させていただきます。詳しくはですね、この動画の下の方にある URL を、押していただければ、物件の詳しい条件と見ていただけると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、ご覧いただいてありがとうございました。